ちは、りょうこばあばです。ここにモチーフがあるんですけど、この一玉でこのモチーフが編みました。この糸はこの間ケイト雑貨ストアさんで買ったんですけど、10個ひとまとめでいくらって売ってやったんですよね。それを2つ買いました。20個。それでこの1個でこの大きさが編めるんですよ。これは注文する時の商品のところにこんなして試し編みで編んであったんですけど、ちょっと真似して編んでみました。編み図とかはなかったんですけど、見てだいたいこんな感じかなと思って編んだんですよね。そしたらここが一玉で20センチあります、ちょうど。で、色合いも4色のグラデーションでこんな感じに色が出てきました。可愛いですね、色もなんか優しい感じの色で、これは20枚編んで、20個買ってますのでね、20枚編んでつなげたいと思います。時間がかかるんですけど、冬までに出来上がったらいいかなと思って、ブランケットみたいな感じで、膝掛けですか、そんな感じで使おうかなと思って編もうかなと思っています。この1枚1つで1枚編んだんですけど、これだけ糸が残ってるんですよね。これは1、2、3、4、5、6段編んで、緩く6段編んだんですよ。で、これだけ残って、一周するにはちょっと足らなかったから、どうせこの分でこう閉じていくので、針で残ってもいいかなと思ってこれだけ残してます。ちょっとこの模様は編み図がなかったから大体で編んだんですけど、今から大体で編んでいきたいと思います。ちょっと画像いっぱいいっぱいですね、はみ出るくらい。これはアクリル糸ですね。ケイク、ネットでYouTuber さんが買って紹介してあったんですけど、同じものですね。これはアクリル100パーで、かぎ針だったら6号から10号で、私はこれは7号で編みました。ゆるく7号で編んでみました。ちょっと編んでみようと思います。編み始めは皆さんこうかけてなんかこうしてあるんですけど、私昔からこんなしてですね、こんなして自分でこうして輪っか作るんですよ。いつもこのやり方でばっかりやってるもんだから、これに慣れてしまって、でここの中に何目あるか知らないですけど、見本の編み図ですね、私は6目鎖を6目で編んでます。1、2、3、4、5、6、6目で編んで輪にして、今からこの部分1段目を編みたいと思います。糸も一緒にくるんでいきます。1、2、ここも何目かわからなかったので2目しました。鎖を2目編みました。なんか最初はなんかきしんだ感じですね、アクリルだからでしょうかね。1、2、緩く足をこう引っ張って長くして緩く編んでます。
四五六あと2つですね。で1段目できました。2段目は次の編み始めにこの糸をくぐらせて出発します。で1、2、3、この部分ですね、2段目の角の部分ですね、角の部分は2つ模様を入れます。ここは最初と1段目と違って、最初は1段目はかけてこう1回に2目2つ引き抜いたんですけど、ここはなんかポコッとした感じが良かったのでもう1回こうして5つかかってますから5つを一気に引き抜いて1、2、3、鎖を3目してもう一回角っこですから1回2回かけて3つ3、そしたらいくら2、4、6、7つかかってます。で一気に引き抜きます。で1目鎖編んで、次はこの輪の中に長編みを3つ、長編みを3つ、ここの部分ですね、1、2、3、長編み1、2、3で次に1目鎖を編んで、ここですね、鎖を1つ編んで次角っこに行きます。かけて足を長くして1回2回3回でいっぺんに引き抜きます。で1、2、3でもう1回同じことを繰り返します。1、2、3、で1目鎖で次が長編みを3つ、ゆるく編んだらふんわりになりますね。こんな感じですね。で最後の2段目が終わります。でまたくぐらせて今度3段目ですね。3段目は1、2、3段目、ここですね、角っここの模様を同じ模様を作って、今度は長編みを1、2、3、4、5、6、7つ入れます。最初角っこですね、足をこう長くした方がもこっとしてかわいいですよね。1、2、3で同じところに3回、一気に引き抜き、一気に引き抜きます。で、1目鎖のここの鎖1目のところに長編みを2つ。
2段目は長編みが3つありましたけど、3段目は長編みが7つになりますね。4つ増えるからこことここで、で今2つしたから下の段の3つのところに長編みを1個ずつ1つずつ入れますね。そしてこの1目細編みの鎖編みのところに長編みを2つ、そして1目鎖で角っこですね、足を長くして3回の隙間に長編みを2つ、長編みを2つと長編み3つのところに1つずつ1、2、3で1目細編みして違う、で次の隙間鎖のところに長編みを2つ、で1目細編みで今度角っこですね、もう糸が2色目に来てますね。2、3、グラデーションの糸はどんな次違う色が出てくるから楽しみですよね。綺麗な色が。さあ、同じところに1、2、3で1目鎖の隙間に長編みを2つ、長編みのところに1つずつ入れます。と3段の最後です。鎖1目で引き抜きます。で編み始めに引き抜いて、今度4段目ですね。1、2、3、4段目。4段目は同じ、角はずっと同じですけど4目増えます。また 2、4、6、7目、3段目が7目ですから4目、2目2目両脇増えますから11目になりますね。1、2、3、角ですね。隙間に長編みを2つ、あとは7目あるからその一つ一つ長編みのところに長編みを編んでいきます。ここに5段のところまでちょっと編み進めてみました。あと1段ですけどね。糸が足るかしら。糸があとこれだけなんですよね。6段目足りるのかな。ちょっとやってみます。
隙間に2目ですね。4目ずつ、横が4目ずつ増えるだけですもんね。3目、7目、11目、15目、19目になると思います。あとは一緒、やり方はずっと一緒です。長編みが増えるだけですね。角っこは一緒ですからね。最後の6段目がもう少しで終わります。長編みを2つ入れて鎖をして、終わりました。ちょうどなりましたね。こちらとこちらはまた色の配色が違いますね。そして糸がですね、あとこれだけスカスカですね。閉じる分ぐらいはあります。足らなかったらどうしようかなと思ったんですけど、だいたい同じぐらいの巻きだったですね。これでまたあとこれを18枚作って針で閉じて、まあ、時間かかりますけどね、冬までに仕上がったらいいかなと思って編んでみます。今からこの編み方で参考に、注文の時の試し編みの画像を参考に編んでみました。かわいいですね。ここの模様がかわいいですよね。ポコポコと、これこんな感じじゃなかったんですよね。ここはでもこうした方がちょっと可愛いかなと思ってやってみました。また途中の経過、何枚編んだとか途中の経過を報告できたらいいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。